大人も笑顔になってるよ。本当にありがとうね、みんな。あどちらが今の地球のことを知っているか、僕が考えたクイズでみんなに挑戦したいと思います。ガチャガチャピンピン、ガチャピンチャンネルですぞ。えっほえっほえっほ、ピンピンガチャピンです。走ってきたからね、ちょっと息が切れちゃって。それに今日はまたいつもより暑いね。もうね、汗だくだく。なんかさ、最近暑い日が多いよね。ああ、そうだそうだ、あのね、今日は仕事体験テーマパークカンドゥに来ています。ここで地球の未来について考えようというイベントに参加させていただくんです。みんなは地球の未来について考えたことはある？僕は生まれてからずっと一緒に生活しているこの地球のこと、そして地球のこれからについてとっても興味があるんだ。この素敵な環境をいつまでも守っていきたいからね。でも最近のこの暑さ、もしかしたら地球の環境の変化なのかもしれないよね。今日は地球の未来について興味があるっていうお友達がたくさん来てくれてるみたいだから、とっても楽しみなんだ。みんながより興味を持ってもらえるためにクイズも用意してきたから、 YouTube を見てくれているお友達もぜひ挑戦してみてね。では行ってきます。ふふふ、はいはいはい、皆さんこんにちは。本日の司会を務めます木沢彩子と申します。どうぞ皆様よろしくお願いします。さあ今日はですね、この機会に地球の未来についてみんなでね、ぜひ一緒に考えて、そして一緒に学んでいきたいと思います。さあみんなお待ちかね、ガチャピンに会いたい人。会いたいよね。私がせーのって言ったらみんなでガチャピンって呼んでもらえますでしょうか。せーの、ガチャピン、すごい、なんかお父さんお母さん大人も笑顔になってるよ。本当にありがとうね、みんな。はい、こんにちは。はい、ガチャピン、今日はよろしくお願いします。見て見て、こんなにたくさんのお友達が集まってくれましたよ。本当だよ、ありがとうね、みんな。初めてガチャピン見る人、本物で。あれ、あ、こんなにたくさん、ほんと。ここからまずはじめにね、うん、本日のこのイベントを企画してくださったパーソルプロセス&テクノロジー株式会社をみんなにね、ちょっと紹介させていただきたいと思いますので、はい、お呼びしましょう。青木さんです。青木さん、はい。はい、皆さんこんにちは。パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 GX ソリューション部の青木俊樹です。今日はよろしくお願いします。お願いします。私たちはパーソルグループという仲間のいる会社です。私たちの会社ではいろんな会社の人たちと一緒に今あるお仕事やこれから新しく始めようとしているお仕事をどうやったらもっとやりやすくできるかを一緒に考えたり、そうなるように一緒にお仕事を進めたりしています。最近は地球のためにもっとできることはないかをいろんな会社が考えるようになってきていて、そのためのお手伝いも増えてきています。会社が地球のためにすること、まずはその会社が地球に与えている影響を知って、次に影響を測って数字にする、そして最後にその数字をどれくらい減らせるかを考えて行動に移す。僕たちもこのような活動を一緒にお手伝いをしています。なるほど。ねえ、ガチャピン、どんな会社か想像ついた？ついた。あのね、いろんな会社の人たちと手を取り合って地球を助けるお手伝いをしてくださってる素敵な会社さん。ねえ、素敵なお仕事してるね。ぜひ今日のみんなお友達たちと一緒に、そんな私たちが住む地球の未来を一緒にね、考えてみたいなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。ガチャピンチャンネル、どちらが今の地球のことを知っているか、僕が考えたクイズでみんなに挑戦したいと思います。では行くよ。はい、ガチャピンからの挑戦状環境クイズ第1問。地球の暖かさって
100年前からどうなってると思う？見てくれているお友達も一緒に考えてみてね。1番、寒くなっている。2番、変わっていない。3番、1度暑くなっている。4番、5度暑くなっている。答えはどれかな？みんなわかるかな？じゃあ、会場のお友達の答えを見てみようか。じゃあ、1番だと思う人、手を挙げてください。はい、数人かな、そんないないかな。ねえ、じゃあ2番だと思う人、2番手を挙げてください。お、同じぐらいかな、あんまりいないかな。さあ、それでは3番だと思う人、手を挙げて。3番、どうですか？わ、ちょこっと上がってるね。さあ、では4番だと思う人、手を挙げてください。お、4番が一番多そうだ ね、ガチャピン。うん、本当だ。さあ、ということでガチャピン、はい、正解の発表をお願いします。はい、正解は3番の1度です。1度なんだ、ガチャピンね。みんな4番の5度だと思ってたんだけどね。いやね、昔より暑くなってんだよ。1って聞くとね、ちょっと少ないかなって感じるかもしれないけど、地球にとってはとってでも大きな変化なんだよ。そうだね、うん、はい、勉強になりました。じゃあどんどんいきましょう。では2問目です。はい、はい、ガチャピン環境クイズ第2問。もし今と変わらない生活をしていたら、2100年までに地球の暖かさはどうなると思う？見てくれているお友達も一緒に考えてみてね。1番、1度暑くなる。2番、1.5 度暑くなる。3番、2度暑くなる。4番、2.5 度より暑くなる。答えはどれかな？みんな、わかるかな？じゃあ、会場のお友達の答えを見てみようか。では、1番だと思う人、手を挙げて。お、あんまりいないかな。うん、はい、では2番だと思う人、手挙げてください。お、あ、上がってる。結構上がってるかな。では3番の2度だと思う人、手挙げてください。お、あ、いい勝負。そうだね、いい勝負かな。 ね、2番3番多いですね。うんうんうん、それでは4番だと思う人、手挙げてください。お、あ、後ろの方が上がってる。結構、まあ、難しいもんね、ガチャピン ね、 そうだね。正解は4番です。このまま何にもしないと2100年までには 2.6 度から 4.8 度、つまりね、最大で約4度も気温が上昇すると言われてるよ。もうこれは地球にとってすんごい負担になっちゃうね。うん、それは避けたいね。その後も第1ステージのクイズ大会は大盛り上がり。第2ステージのお友達にはプレゼン大会に参加してもらったよ。プレゼンってどういう意味だっけ？地球の未来についていろいろ考えて、ここでね、ちょっと緊張するかもしれないけど、ぜひ発表してもらいたいと思います。ということで、ガチャピン、プレゼンテーションって聞いたことある？あ、もちろん知ってるよ。お、あのね、考えたことや知っていることをみんなに分かりやすく表現して発表することだよね。プレゼンテーション、そういう意味だったね。あ、ちょっとあの、ね、ド忘れド忘れ。ということで、まずは僕のプレゼンから。僕が一番防ぎたい環境問題は、海の水の高さが上がって島がなくなっちゃうです。地球が暑くなりすぎると、南極や北極などの寒い場所の氷が溶けて、海の水がどんどん増えていってしまう。低い場所や島は沈んじゃうよね。地球が暑くなっている原因なんだけど、その一番の原因と言われてるのが二酸化炭素って言われてるものなんだ。自動車や飛行機を動かしたり、電気を作ったり、ゴミを燃やしたりすることでたくさん出てしまうものなんだよ。僕は自分が出すゴミを減らします。地球のみんなでそうすれば、たくさんのゴミを燃やすこともなくなるよね。
みんなで頑張ればこのまま沈んでしまう島に住んでいる人や動物や植物もきっと暮らせるようになると思うんだ。地球のことは地球に住む僕ら全員で取り組まなくちゃね。これが僕が今回みんなにプレゼンテーションをしたいことでした。ありがとうございました。プレゼン緊張したな。僕の伝えたかったことは伝わったかな。まあ一生懸命取り組んでくれてる。みんなが考える地球の未来はどんな未来なんだろう。みんなのプレゼン楽しみだな。ガチャピンチャンネルですぞ。野菜とか牛とか魚とかが温度変化によって枯れちゃったり海の豊かさが守れないのでこれ選んだし、人間の体が温度に追いつけず、熱中症とかで倒れちゃうし皮膚の病気になっちゃったり、なっちゃうからです。冷房の時は少し暖かくしたり、暖房の時には少し寒くしたりしたいです。プレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これが起きると洪水が起きたり土砂崩れが起きる、家や物が流されたり壊れたりする、思い出のものがなくなったり学校などに通えなくなる、つまりいつもの生活がなくなってしまう。そうだね。なので私は無駄に電気を使わない、好き嫌いをしないで食べることに気をつけて生活することが大切だと思う。以上です。スバルやバヌアツなど実際に住みそうな島があることを本で読んだからです。住んでいた人がふるさとを離れなくちゃならないのはとっても悲しいことだと思いました。そうだね。大切だと思ったのは、蒸し暑くない夜にはエアコンを消したり、冷蔵庫を開けっぱなしにしないで、物を取ったらすぐに閉めるなどして省エネに取り組んでいきたいと思いました。大事だね。私も頑張っていきたいと思いました。僕も頑張る。ありがとうございました。2つ理由があります。1つは砂漠ができたところは住みにくくなるからです。2つ目は食料が少なくなってしまうからです。それを防ぐためには、エアコンなどを節約して使うことが大切だと思います。そうだね。これで僕のプレゼンを終わりにします。はい、ありがとうございました。みんなプレゼンテーションがお上手でびっくりしたよ。最後はみんなで記念撮影。わー、ガチャピンチャンネル第3ステージのお友達にもクイズ大会に参加してもらったよ。みんなたっくさん盛り上がってくれたよ。はい、第3問。このまま地球が暖かくなり続けるとどんなことが起こると思う？見てくれているお友達も一緒に考えてみてね。1番、暑い日や突然の大雨が増える。2番、場所によって野菜や米を作れる量が減る。3番、みんなが飲める水が減る。4番、生き物の数や種類が減る。じゃあ会場のお友達の答えを見てみよっか。さあ、じゃあ皆さん聞いていきますよ。1番だと思う方手を挙げて。はい、どうかな。結構います。2番。おお、同じぐらいかな。3番だと思う人。4番だと思う人。あー、だいたい同じぐらいだね。ガチャピン、ほんとほんと。さあ、では正解を発表してください。はい、正解は4つ全部が正解です。ガチャピン、そのパターン。そのパターンもあります。これもある。選択枠の1から順に起こる可能性が高いって言われてんだよ。実はここの4つは気温が今より3度上がるまでに起こるって言われてるの。前の問題で説明したように、もし4度上がってしまったらもっと大変なことが起きてしまうかもしれないんだ。じゃあ絶対にね、みんな気温を上げたくないよね。では4問目に行きましょう。はい、では第4問。地球の温度が高くなることを地球温暖化って言うんだよ。地球温暖化の一番の原因が何かわかるかな？
見てくれているお友達も一緒に考えてみてね。1番、太陽からのエネルギーが増えた。2番、大気の二酸化炭素が増えた。3番、マグマの動きが増えた。4番、太陽が地球に近づいている。答えはどれかな。じゃあ会場のお友達の答えを見てみよっか。はい、1番だと思う人手を挙げて。うん、あ、いますね、ポツリポツリ、ね、2番だと思う人、あ、一気に増えました。では3番だと思う人手を挙げて。あんまりいないかな。では4番だと思う方手を挙げて。少しいるかな。正解は2番でした。おー、はーい。地球温暖化の原因は、はい、温室効果ガスって呼ばれる、その名の通り地球を温めてしまうガスが大気中に増えてるからって言われてるんだよ。その中の代表的な種類の温室効果ガスが二酸化炭素だよ。よく覚えとくね。うん、みんなガチャピン先生にありがとう言いましょう。ガチャピンありがとう。ありがとう。先生ありがとうございます。楽しかったよ。はい、じゃあみんなでガチャピンを送り出しましょう。うん、はい、バイバイ。じゃあガチャピン、私たちも一緒にね、いろいろ考えていくから ね地球の未来や環境のことを少しでも考えてね。うん、バイバイ。バイバイ。またね。またね。ガチャピンチャンネルですぞ。終わりました。みんなどうだったかな。地球の未来って聞くととても大きなことのように聞こえるけど、今日みたいなプレゼンやクイズをして考えるってことが明るい地球の未来につながっていくと僕は思うんだ。今の僕たちに何ができるか一緒に考えていこう。そして地球さんとお友達に